食べたい。見事に入らないスカート大丈夫ですか先生。このゴムでですね、皆さんの下っ腹をたった5分で引き締めてみせます。取り入らされはどこにでも売っているヘアゴム。さすが皆さん信じられないといった表情です。寝ちゃってください。まずは皆さんを寝かせるミラクリスト。するとゴムで両足の親指を固定しちゃいました。おーなぜ、一体どういうこと。この状態で5分皆さん寝ていてください。それで大丈夫です。寝るだけ。それで下っ腹が引き締まっちゃうんですか。本当そんな奇跡が本当に起こりうるのか。我々スタッフは東京大学で人体学を研究する石井教授に話を聞いてみました。すると無理だと思いますね。現在の科学的な知識では説明できない。なんとあっさりして。しかし我々は会場で信じられない現象を目にすることに。ちょっと見た感じがちょっと痩せた感じします。へこんだような、へこんだような感じです。それでは発表いたします。トップバッターは111センチとメンバー中最大の下っ腹を誇っていた佐藤さん。果たして結果はいかに。マイナス 5.5 センチです。おめでとうございます。111cm だった下腹がたった5分で 5.5 センチ もダウン。以前と比べてみてもほらかなりスッキリした印象。先ほどはこんな状態だったスカートも履けました。まさに驚きももなく三種の儀。すごい、すごいね。その後もめくるめくるミラクルの嵐。マイナス3センチです。おめでとうございます。よかった。マイナス 4.2 センチでございます。おめでとうございます。マイナス3センチです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして20歳の裏若き乙女にも効果が。マイナス3センチです。おめでとうございます。すごい。なんとここまではミラクルはパーフェクト。さああと残すは彼女ただ一人、この高橋さん。そうこちらの奥様、体は細いけどかなりの下っ腹の持ち主だったんですよね。果たしてこの強敵相手にもミラクルは起きたんでしょうか。発表いたします。マイナス6センチです。すごい。おめでとうございます。マイナス6センチです。おめでとうございます。すごいですよ。なんと以前は 84.5 センチだった下っ腹がたったの5分で見事6センチダウンの 78.5 センチ。見てください、以前と比べると。ほらこんなにへこんじゃってます。この驚異のミラクル、これはあの東大の教授に報告すれば。ということで実際に石井教授の目の前で再びミラクルを起こしてみました。すると確かに効果が出てると言えると思いますね。まあ、あの骨盤を締めるように筋肉を使うというんでしょうかね。でそれがつま先を閉じて仰向けに寝てると、まあ自然にそういう筋肉の働きになるのかなという気はしますね。さすが教授、鋭い。それでは魔法の種明かし、いってみましょう。この状態で5分皆さん寝ていてください。それで大丈夫です。寝てるだけで OK だというこのミラクル、でも実は3つのポイントがあったんです。まずはゴムで両足の親指を固定すること。そして2つ目、両手を上げて寝ること。最後は腰に座布団。そうこれが3つ目。人の体は本来このように曲線を描いています。この時下っ腹は全身の筋肉、特に腹筋、そ
そして骨盤によって支えられているのです。しかし年を取ると筋力の衰えや内臓の重さなどが原因で曲線を保つことができなくなります。すると骨盤はずれ、腹筋も常にたるんだ状態となり、下っ腹は出放題というわけ。そこでポイント1、両足の親指を固定して寝ることで腹筋に活を入れます。普段は外側に開く足を強制的に内側に入れることで足の筋肉などを連動し、使われていなかった腹筋を使っている状態にするんです。そして2つ目のポイント、両手を上げ腹筋を上に引っ張ることで負荷がかかり、より効果的になるんです。そして最後のポイントは座布団を入れること。背骨を持ち上げることで骨盤の位置を矯正し、復活した腹筋とともに下っ腹を引っ込めるというわけ。両手を上に上げ、足の親指同士をゴムで結び、腰の下に座布団を入れて寝ること5分間。これでミラクル完成です。実際見てください、皆さんのこの若返った下っ腹、これ本当にたったの5分ですよ。スカートだって全員が履けちゃいました。中でも一番喜んだのはあのマイナス6センチを達成した高橋さん。